終盤を迎えた1回戦 E グループ。7フレを終え、トップは依然今井。差を縮めたい鶴井の第8フレーム。どうだ鶴井やなみ、よーし、ストライク。いいストライクでしたね。これは今井に、プレッシャーを与えます。鶴井もどうやら再び自分の世界観、ボーリングをちゃんと気づいている第7、第8フレームです。面白くなってきました。迎え撃つ今井双葉、ここはストライクで応戦したいところ。右側のラインです。どうする、外から、うわっと、先ほどは薄めでピンアクション持ってきたんですが、今度は大事に1番3番にアジャストしたんですが、大中すみれ第8フレーム、これはいい感じだ。しかしチームバンピンが倒れない、はい、対角線上にマークしていきました。さあワイルドカードを一度チェックしておきましょうか。はい、縄脇がすでに224でワイルドカードを持って準決勝に進出が決まっています。以下桜井真理子208、小林愛美が199、大島由香198です。あっと、これはちょっと大中的にはイージーミスが、またこの終盤この第8フレームでそのイージーミスが起きてしまいました。桜井真理子の208というスコアを1位勝ち抜けできなくても2番手でそこを死守できるかどうかというダブルのスタンダードがあります。1回戦 E グループ、鶴井やなみ、どうだ、来い、よーし、来い、よーし、ストライク。これで点フレ勝負面白くなりそうです ね。ここは今井双葉的には大事なファンデーション、はい、9フレですから、ストライクで残り点フレ3つ、そうですね、ストライクで埋めたいところですね。悪くともワイルドカードで準決勝、さあ大事に持っていった、どうだ、熱い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 、これはちょっと最悪の形にね、ワイルドカードで残りたいですからね。ここは3本テイクかな、4本かな、大中すみれ終盤第9フレームストライク。これはちょっと厳しい5本を残しました。まあ、ここは、はい、まずテイク3で10フレームしっかりマークをつけてという形ですね。ここは3本をきちんと払っていきました。テイク3です。今井双葉、鶴井やなみです。テンフレ1投目、どうだ、よーし、ストライク。鶴井やなみもまあこのフレームをバックしていけば5フレ、特に6フレあたりで一旦ストップがかかったことが7からのストライクをまた引き寄せてますから。そうですね、思い切りよく振り切ってますよね。これは大事な今井双葉、ワイルドカードにとってもそうです。大事な一投です。テンフレ1投目、どうだ、よーし、ストライク。さあこれで209ありますから、まず桜井プロを上回りました。鶴井やなみ、テンフレ2投目、どうだ、よーし、ストライク。うん、力強い鶴井プロが戻ってきましたね。テンフレ2投目、今井双葉、どうだ、9本、本人的にはこれ準決勝に向けての一投ということもあったと思いますけれども、ね、はい、どうですかね、本人のこの横顔、 P リーグに鳴り物入りで入ってきたあの時の笑顔がちょっと頻度としては少ない気がします。
鶴井愛美テンフレセント、ここは9本です。結果256フィニッシュ、鶴井愛美ビッグゲームです。256というと最高スコア、ね、そうですね、最高ゲームですね。さあそれでは今井双葉テンフレ3投目、ここをきちんとスペアでフィニッシュしました。219フィニッシュということになります。はい、ワイルドカードで準決勝進出が決まりました。大中すみれテンフレの1投目どうだ、来い、ちょっと熱く入った分カウント7、うん、本人としては不本意でしょうね。テイク2です。大中すみれ152、1回戦 E グループ鶴井愛美256ビッグゲームで制しています。鶴井が復帰後初勝利を挙げ、およそ2年半ぶりに準決勝進出。スコア219の今井がワイルドカードを獲得した。この結果鶴井は3ポイントを獲得、大中はポイントを加算できず次回出場停止となった。課題は分かってるんで、自分のその足りないボール選択とか目がまだ養われてないというか、次お休みの間にしっかり練習していきたいと思います。すごい近くでお客様の拍手をいただくと高揚感もあってドキドキしたんですけど、すごく力になりました。こんなに近くでお客様が見ている前で投球すること自体が人生で初めてなので、とても楽しかったです。素直に嬉しいです準決勝もこの今回の1回戦のようなスコアがビッグゲームが打てるように頑張りたいと思います。